わあ、これはやばいやつだ。皆さんこんにちは、のってんチャンネルののってんです。今日はコストコに行ってきました。1万円ちょっと買ったのかな。コストコって一つ一つがすごい大きいからお得感があるけど、実際そんなにお得かどうかわからないですよね。でもアメリカンサイズっていうのかな、すごい大きいから遊園地みたいで楽しいですね。ということで早速紹介していきましょう。まず一つ目、じゃん、タバスコです。タバスコ結構好きでパスタにもドボドボってかけちゃうんですよ。だからめちゃくちゃ大きいの買いました。缶ジュースぐらいの大きさがあります。二つ目、はい、リンゴのベーコン。コストコは何回か行ってるんですけど、リンゴのベーコンは初めて買いました。リンゴの果汁が入ってるらしいです。これは厚切りにして焼いて食べたいと思います。三つ目、はい、シューってやるとホイップクリームになるやつ。ホイップクリームってたまにちょっとだけ欲しいですよね。コーヒーに浮かべたりパンケーキに添えたり、そういう時に便利なんで買いました。四つ目、じゃん、チョコのポテトチップスみたいなやつ。薄いチョコレートにクリスピーなカリカリパフみたいのが入ってて美味しいです。五つ目、焼肉ライスバーガー。これ絶対美味しいやつですよね。時間がない時とかにレンチンですぐ食べれるんで買いました。六つ目、桜鶏鶏肉です。これはなんかよくわかんないけどみんな買ってたんで買いました。七つ目、お菓子めっちゃ入ってるやつ。8月25日の交流会でみんなに配りたいと思います。みんな来てね。八つ目、だしだだしだだしだ。ちょっと発音がわかんないんですけど、牛肉のだし食べたことないんですけど、カズチャンネルのカズさんが美味しいって言ってたんで買ってみました。9個目、これです。10個目、じゃん、クリスマスとかに使えるリボンです。もしかして感づいてる人いるかもしれないか。私クリスマスむちゃくちゃ好きで、最初にサンタの服を着てたのもそうだし、後ろの星もクリスマスっぽくて可愛いなと思って買いました。もうほんとクリスマス大好きです。ワクワク感がたまらないです。ハロウィンもすごく好きなんですけど、やっぱりクリスマスですね。10個目、ここからは今日の夜ご飯です。ロメインミックスサラダ、お寿司、うわ、丸ごとのチキン、ロティサリーチキン、ロテサリーチキンです。鶏丸ごとなんですよ、これすごすぎる。でも699円、めっちゃ安いですよね。多分食べきれないと思うんで、今日の夜ご飯に食べて明日にも食べたいと思います。はい、コストコで買ったものは以上です。あと中部国際空港のコストコに行ったんですけど、そこの隣に明太子の工場みたいなところがあるんですけど、明太子の商品を一つ買ったんで紹介します。はい、明太子のソーセージです。これ実はリピ買いです。みんなも金福行った時はぜひ買ってみてください。ということで今日はコストコと金福で美味しいものいっぱい買ってきました。バイバイ。